for you sooner. Soon as I met you, I was swooning. All my friends are rooting for a future. I'll be giving all my love to you. Couldn't have fallen for you sooner. Soon as I met you, I was swooning. クラビデイスリーです。Yes. 今日は8時半から島に回るのでギリギリだったのでバスで、これバス、トゥクトゥクバスと名付けます。で呼ぶといただきます。うまっ。人が来始めた。こんな感じのバスです。悪く言えば牛小屋、よく言えばなんだろうよく言えばバス。All my friends some luck. I hope they find something like this. で、綺麗すぎる。超綺麗。え、マジで綺麗やけど全然見えへん。見える。人生で見た海で一番綺麗。いる。綺麗。超綺麗なんやけど。水がやばい。かな。冷たくてめっちゃ綺麗。めっちゃ。あのレオナルド・ディカプリオが出てたザ・ビーチのロケ地になった超有名なマヤベイです。めっちゃ綺麗じゃないですか。すごい。この砂浜も綺麗やし、海もめっちゃ青で、岩もすごい超綺麗。でもよく見ると人は結構多いので混み込み注意です。マヤベイを終えて次の島へと移動したいと思います。超綺麗。全部が綺麗。海がすごいな。透き通ってる。これつけたけど、さっきバーンってやっちゃって目に塩入っていた。じゃじゃーん。ここで泳いでます。めっちゃ綺麗。わかる？汚く見えるか逆。超綺麗。今回さ、クラビは目を本を買ったけど全部晴れてる。現在シュノーケリングをしてます。私潜るのあんま好きじゃないから、足はぷかぷか浮いてるだけです。超綺麗。ピピドン島です。ピピドンに着いたらツアーについてるやつなのでバイキング形式でご飯取っていきます。ご飯はこれです。いただきます。お腹が減りすぎて2巡目行ってまいりました。同じ。バンブーアイランドにやってきました。無人島みたい。快適なんですけど、バンブーアイランドに着きましたが曇りですし、雨が降ってきたので寒くなってきました。せっかく泳げるスポットなのに泳ぐか迷っちゃう。
そう、じゃじゃーん、うわ最高に綺麗なビューですね。みわかりますかこの透明感、すごい、最高、イエーイ。私の好きなパイナップルフライドライス再びです。じゃじゃーん、いただきます。ご飯食べた後のセブイレ日課です。日課です。おでっかいパンツ、このロティをゲットしました。ロティとセブンでゲットした。おでき、じゃがいも心地、やっぱり旅行は太っちゃいますね。Yeah, we talk till the morning. I've got no sleep 'cause you drive me wild. 'Cause I know when they we get out of here. おはようございます。本日クラビデイ4です。今日はタイといえばの動物に会いに行きたいと思います。まさかのツアー私一人で、めちゃめちゃ寂しい。一人で頑張ります。すごい、すごい、ソーサーに乗ってます。映らへん、ち揺れる。他のゾウさんもいる。こんな感じで、こんな感じで乗れます。もう映ってない。すごい急な坂をゾウさんが降りてくれてんねんけど、わかる、こんな、あーゾウさんのお尻、こんな急な坂をゾウさんが登ってるの、めっちゃ器用じゃない。なんかほんまにごめんなさいって感じ。何よゾウさん、めっちゃかゆいから木で描いてた。あ、取れへんかった。なんかしてるかゆいんやゾウ乗りを終えてお部屋に帰ってきました。今日はこの後なんかしてきたいと思います。まだ朝10時なんで、まだいろいろできるので、また回していきます。思ったより時間がめちゃめちゃあるので、今からちょっとあの青南ビーチの方を歩いて行って、あのアボカドが食べたいんで、全然大じゃないけどアボカド探しに行こうと思います。はい、まだまだ朝早いので今日はいろんなことができそうです。今日も海はめちゃめちゃ綺麗です。入りたいな。グリーンティーラテをゲットしました。あとアボカドトーストもゲットしました。念願のアボカドです。いただきます。こんな感じで、あのいろいろ店並んでるんやけど、スーツ屋さん、テイラー屋さんが結構多くて、なんでかはちょっと分かんないですけど、こんな中で店並んでる中で急に何個かスーツ屋さん現れます。あ、ほらここにもある。理由は謎です。再びロティをゲットしました。今日は食べ過ぎデーです。いただきます。いただきます。今日は朝ゾウに乗って、その後アボカドトースト食べて、その後にアサイーボールも食べて、今ロティを食べています。プールでちょっとだけチルした。いい日、こんなん本当に美味しい。なんて言ったら味伝わるんかな。ね、一応パンケーキって言われてるけど、なんかシナモンの味が私はする、ちゃうけど
パイみたいな感じ。うん、バナナパイ、私はバナナ味が好きなので今まで4回ぐらい食べて全部バナナ。最後の晩餐はコダムキッチンに来ました。こんな感じの場所になります。私たちが座ったのは端っこのこんな感じのお席です。見えますかね。最後の晩餐です。パッタイを頼みました。パッタイとタイミルクティーです。あの焼きそばみたいなやつです。そしてすごい雨が降ってきました。なんかバナナの揚げ物スイーツ頼みました。最終日なので新しいのチャレンジです。中はこんな感じです、うん、このバナナもこのロッティもディズニーの味がします。ごちそうさまでした。コップンカ、コップンカ、全部のご飯がチョベリグでした。はい、今日でデイ4が終わって明日で最後です。セブンイレブンでカゴを押してる人初めて見ました。グチャが欲しくて買ったけど、なんか私が想像してるあのルクシじゃなくてめっちゃ甘いなんかジャスミンティーみたいな味がしました。ここにオリジナルフレーバーって書いてあるのに全然オリジナルでもなければグリーンティーでもない。くそー甘い。今日の音もてん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 。なぜこれ。最終日にようやく来ました。タイのホテルの朝食ビュッフェです。あ、美味しそう、美味しそう。なるほど。こっちにもフルーツがたくさんあります。朝食はこれをゲットしました。このテラス席で食べたいと思います。これ何か分からへんけどちょっと気になって撮ってみました。中身なんでしょう。うわ、マンゴースティッキーライスや。どんな味なんやろ。私あんま得意じゃないよ。トライ。マンゴースティッキーライス食べます。あ、これは全然美味しいかも。マンゴープリンが上に乗ってる感じ。これはいける。安定に2巡目も行ってきました。今回もこんな感じでよくわからないものも1個取ってきました。なんか開けたら意味わからへんもち米でした。食べてみたいと思います。こんな感じ。なんか給食にこういうの出てたよな、5月ぐらい。生捨てちゃった。なにこれ。美しくなっていくな。めっちゃ大雨降ってきました。最終日やから特にすることないけど、昨日と今日の後半戦が雨です。締めのタイミルクティーをゲットしました。一人でなんかただ爆食いしたやつみたいになってる。今日でこの景色ともお別れです。結構好きやったので帰りたくないです。本日最終日なので今日は準備を終えて今からチェックアウトして最終日マッサージに向かいたいと思います。イエーイ。このタイ旅行でチェキを取ろうと思ってたのに1枚も取らなかったので最終日ぐらいこれを持ち歩こうと思います。はい。マッサージを終えて今お昼ご飯待ってるんやけど、空港まで結構時間がないので席で海を飛びに行きたいと思います。クラビのラストランチはハニートーストとレモンティーで締めです。
それでは、マレーシアの方に帰っていきたいと思います。ここまで4本とも全部動画見てくださってありがとうございました。これからもいろんなところ旅行行こうと思うんで、ぜひいろいろ見てくださったら嬉しいです。カラビ楽しかったです。バイバーイ。